でもまだだよん。なんかね、いろいろしてて、配信終わってから、さっき今始めるまでいろいろしてて、でなんかもう全てをやり終えて、することなくなって、ちょっと食費生産でもするかと思ってレシートプワーって出してたら、なんかもう気づいたら寝てた細かい作業が嫌すぎて。ということで、いやギリギリ間に合ったよ。力尽きた。いや本当にね、晩酌尽きたって感じ。まあ時間もあるし待とうかな。とりあえずは12時が来るまでのんびり待ちたいと思います。テロップ書こうかな。なんて書こう。よいしょ。テロップに出しました。いや日当たり配信とかも多分今後やらないかもしれないからレアなやつですね。こんばんは、こんばんは。22歳の振り返り。22歳はね、でもなんか自分が思ってた以上には活躍できたなって年だったけど、でも叶えたかった夢とかはちょっとまだ叶えれなかったから、そこはちょっと23歳で叶えていきたいなって思いますね。うん、だから結構半分半分かも。やりたいこともいっぱいやらせてもらったし、でもやりたかったことができなかったりとかしたから、半分半分かなって思います。うん、なので23歳は自分がやりたいと思ったことを全部叶えていける年にしたいですねって思います。あと10分、あと10分、やばい、もうコンタクトしたまま寝たから目がカピカピ。ピちゃんなら叶うよ。ありがとう。嬉しいね。うん。思い描いていた22歳は何パーセントぐらい？めっちゃ楽しかったし。楽しかったけど、どうだろう、なんか夢を叶えたって点では 50% ぐらいかもしれない。でも楽しかったっていうのであれば 90% 以上かも。結構いろいろね、歌番組とか出させていただけたし、グループとしても結構満足いく
1年だったのかなって思います。でも個人としてはあんまりだったのかなって感じかな。まあ私が欲しがり結構欲しがりなタイプだからかもしれないけど、そうかなって感じ。去年私何言っただろう、言ったかな。夢は写真集はもう言いましたね。写真集は本当は22歳のうちに叶えたかったから、それはちょっと残念でしたね。23歳の目標でも継続していきたい。グループとしての夢と個人としての夢、そう、個人としての夢は結構いろいろあるから、それを叶えていける年にもしたいかも。写真集出たら速攻で全部予約するありがとうございます。やばい、あともうちょっとなんだけど、ポコが起きた。ポコずっと寝ててようやく起きた。舞台、そうだね、お芝居もやりたいし、もっともっといっぱいありますよ。無限大でございますポコ太郎おはようだって。おはよう。潜ってる。ソロイベントやってほしい。ソロイベントも目標。なんかソロで企画したみたいね。公演とかでもいいけど、それは目標ですね。あと5分。おお、よかった。本当に起きて、マジで寝るつもりなかったのに寝ちゃってたからな。部屋があったかいからダメだもうちょっとだよ。みちさんに感謝ね。私12時になったらちょっとだけ待つんだけど、ちょっとツイッターの方に移動するから若干ちょっとループするかもしれません。なのでちょっと1分もかかんないんで、お待ちください。23歳初ループ、そう下書きしてるのね。さっき下書きしました。いや、端末もう一個欲しくなるね。誕生日おめでとう、ありがとう。ちなみにこのショールーム、このショールームをそのツイッターでなんかあるじゃないですか、ショールームをツイッターで告知みたいな、あれやったら今ハッシュタグがつくと思うんですけど、ついてますかねさっき変えたんですよ、告知文みたいな配信、そう、シェアするやつ
ぜひいっぱいにしてください。ハッシュタグおきゆか生誕祭2022で。自分でやるっていうね。ぜひぜひこのショールームをちょっとシェアしてみてください。そしたら勝手につぶやくようになってるんで。タグなくない？嘘、タグつけたんだけど消えてるのかな。いや、もうやばい、もうちょっとやね。よし、ちょっと時計を近くに用意して。楽しみ楽しみ。生誕祭委員長みたいな。本人が委員長みたいな。ワク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 。やばいね。なんかあんまりは年越しじゃない日またぎ配信することあんまりないから、すごい、こんな22歳最後の私を見られてるなんて。もうちょっとだよ。やばい、59分。え、これ本来だったら配信終わるけど、え、配信つながるかな、大丈夫かな。一応予約っていうか投稿したけど、お願いしますって、12時過ぎても大丈夫でお願いしますって言ったけど、大丈夫かな。 あともうちょっとです。大丈夫かな。ジャンプする、年越し、めっちゃめっちゃ年越し、そろそろだよ、もうちょっとだ。そばそばしときます。え、これで切れたらどうしよう、本当に怖くなってきた。誕生日おめでとう。12月になりました。時報ピッ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 ポー。12月1日をお知らせします。ピッ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 。男女おめでとう、ありがとうございます。12月1日になりました。こっちか。ありがとうございます。すごい、タワーもたくさんありがとう。なんと今日で23歳になりました。わー、びっくりびっくりびっくりポン。お、ちょっと待って、え、誰だろう、誰ですか。どうも、あ、めっちゃすっぴん。あ、誰だ。そーらー、配信しとるよ今。嬉しい。あの、これミルクティーでちゃんとシロップ入れてるけど、一応1個入れてる。ありがとう。え、前回もやん。え、そうやで。ねえ、どうも、イエイ。ありがとう。でも映れんのか。そうなんですよ、めっちゃもうスピンでパジャマ、ジャマなのドパジャマドスピンサラハから。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。また会いましょうね。会いましょう。ありがとう、バイバイ。バイ。私もサラハから突撃されました。ちょっと帰ります、今から。はーい、戻ってきました。私の大好きなミルクティーと、え、待って、アイス、ああ、ハーゲンダッツ。
いやちょっと冷蔵庫入れてこなきゃいけないこれ。あ、カヌレだ。もう22歳を代表したと言っても過言ではない。カヌレいただきました。待って嬉しい。これ去年もソラハ突撃で来てくれたんだよね。ちょっとアイスちょっと入れてきていい？大丈夫かなこれ。生変なのつけてないかな。ちょっとアイスだけ入れてきます。すごい。ミルクティーだけ飲んじゃおうかな。マジで嬉しい。なんか嬉しいね。装着。待って、23歳私が初めて口にするもの、ローソンのミルクティー。じゃあちょっとすごいタワーとかめちゃくちゃいただいてるんですけど、ちょっとだけ10秒待ってもらってもいいですか。今から、ありがとうございます、ちょっと結婚してタワーとかもいろいろありがとうございます。10秒で私はツイートをしてきます。誕生日になりましたっていうので、皆さんいいねとリツイートよろしくお願いします。でちょっと待っててくださいね。ちょっとだけループします。行ってきます。戻ってきたよ。戻ってきました。おかえり。ただいま。ツイートしました。いやなんかちょっと携帯が重すぎてやばい。なんかすごいタワー来たんだけど、ありがとうございます。すごい、なんかめっちゃ大きいクマおる。すごい、ありがとう。クマすごい。皆さんタワーとかもありがとうございます。スクショしますね。ちょっとね、今日中にお礼できるかわかんないんだけど、復習しておくので。10万円タワー、これ、あ、そうなんや。すごい、こんなタワーあるのね。すごい、ありがとう。ありがとうございます。タワーとかコメントしてくださってる皆さんもありがとう。23歳になりました。ありがとうございます。金持ち。いやね、なんかっていうか、皆さんこうなんか湯水のようにさ、ポンポコポンポコ12時になってからタワー投げるじゃないですか。どういうことみたいな。私の誕生日にお金出してくれてる。そんな、師走だよ。いいのかい。なんか申し訳ないな。ありがとう。いいの ?12 月忙しい時期なのに。いいのかい。嬉しいです。ありがとうございます。すごいいっぱいありがとう。
ごいたくさんお花のタワーみたいなのもあるんだね。ありがとうございます。嬉しいですね。え、今配信してるのって私しかいない？48グループもしかして説あるよね。せやで独占生配信、私があんま好きくない丸々独占配信、あれ見たかった。アニメとかそれされたらちょっとなえるやつ嬉しい。ショールーム独占生配信です。やっほー、おきぽだよ。23歳になりました。え、なんかちょっと抱負とか語ったりしちゃう？なんか本当はね30分の間に語ろうと思ってたんだけど、私が案の定、やっとちょっと覚醒してきた。案の定あれだけフラグ立てといたら普通はやらないのに、案の定寝るっていうことをしてしまって、寝ようと思ったわけじゃないんですけど、気づいたら寝てて、みちさんが起こしてくれて、しかもみちさんめっちゃなんか優しかった。おはよう、おはよう、12時前に電話をかけて12時だと思わせるドッキリだよ、おめでとうって言ってて、私結構焦ってたから、 ありがとうございます、じゃあちょっと配信するんですいませんって、めっちゃなんか急いで切っちゃって申し訳ない、後で連絡しようあ、すいません、あ、やべやべやべみたいな、時計見て40分ってなってた、あ、やべ10分やばした、あ、すいません、ありがとうございます、ありがとうございます、すいませんあわあわしてた、そうな、あわあわしてた、聞いてたよ。あ、配信でやってたのもしかして。よかった。でもそれを怒らずに、みんなは。やっぱダメだと思う。怒った方がいいよ。私が加入してその4年半ぐらい経ってるけど、その月日の間に多分なんか慣れてしまって、私に甘やかす諸行の人たちしかいなくなってしまった。怒った方がいい。私が1年目だったら多分泣かすぐらい怒る人がいてもおかしくないのに、誰一人いなかった。この私がすいません10分遅れましたって言っても誰も演歌、この私本当に多分もうダメダメな23歳になると思う。みんな優しかった。いや、みんな優しいのよ本当に。ありがとうございます。だって優しいだけじゃなくタワーまでくれて、おめでとうおめでとう。え、壺とかかわされないようにね、気をつけて。みっちゅう2回電話してた。そう、全然気づかなかった。マジか。2万円タワーもあるね。え、ありがたい本当に、ありがとうございます。絶対お礼するのでちょっとだけ待っててくださると嬉しいです。ありがとう。メンバーショールーム見てないか。え、見てるのかな。やっほー、配信見てる STU 諸君。え、見てないよね絶対。見てないよ、だってもう多分言うのからしたら私の誕生日じゃなくて12月が始まった日でしょ。見てる、見てたらコメントしてもいいんやで。あ、コメントできないのか、12時超えたから。マジ？そっか、タワーありがとう、お花のタワー。
ソラハ、ソラハはね配信は見てないんじゃないのかな。でもソラハはもう本当に2年連続一番最初におめでとう言ってくれる。いちさん見てる気がする。え、見てんのかないや、もしかしたらね、もし見てたら23歳もよろしくね。 LINE いっぱい来るよね。え、来てるのかな。私 LINE の通知オフにするっていう、本当ね、あの現代人としてダメなことしてるから、ちょっとあのブーブー感を感じ、うわ、通知オフにしておけばよかった。ブーブー鳴ってるのかな、もしかしたら。いや、何も感じないの。携帯が触れることがなくてちょっと心配。もう聖なる携帯って感じ。超静かすごい、オフにしちゃってるん。なんかあの仕事の時とかお仕事の時とか鳴ったらダメじゃんだからもう携帯の通知をっていうか LINE の通知オフにしてるんだよね。誰かちょっとなんか言ってくれてるのかな。言ってくれてたらいいな。嬉しいね。何時までしようとか特に決めてはないんですけど、タワーありがとう、誕生日おめでとう、おめでとう、ありがとう。何時までしようかは決めてないけど、さすがに今日平日だから5時とかはまではしない、さすがに。石田みなみちゃん3時までやってた。ああ、ひもたぎ配信みんな何時ぐらいまでしてるんだろう。私的にはだいたい1時とかまでかなとか思ったりするけど、寝たから暇っちゃ暇なんだよねさっき寝たからさ、もうしかも仕事も朝じゃないしっていう気持ちはあるけど、まあでもみんなのあれもあるから、まあ遅くても1時半とかには終わろうかな。ちょ、さすがに、ね、夜もしたい予定なので、今日の夜も、うん、ちょっとねさすがにまあちょっと1時ぐらいで終わっとこうかなと思います。この時間眠くなることない。この時間ね、私は仮眠をいつも10時から取るからね、この時間全然眠くないんだ。ツイッターの写真めっちゃいいや、ありがとうございます。ぜひいいねとリツイートよろしくお願いします。あとハッシュタグおきゆか生誕祭2022よろしくお願いします。ぜひぜひ。12月が始まりましたよ。もうあと今月1ヶ月しかないからね。今月っていうか当たり前のこと言っちゃった。今年1ヶ月しかないから、うん、誕生日おめでとう。23歳になってなんか変化あったかい。変化か、まだちょっと十何分しか23歳味わえてないけど、まだちょっと変化はちょっと今日一日経ってから言わして、まあちょっと抱負とかいろいろと話そうかなって思うんですけども、まあそのさっきちょっとだけね22歳の振り返りみたいなんで言ったんですけど、まあそのめちゃくちゃ楽しい1年だったんですよ。22歳もいっぱい歌番組とかにも出演させていただけたし、なんか初めて紅白とか猫隊とかをなんか本気でこう出たいって口に出せたし、めちゃグループとしてめちゃくちゃ成長できた年だったなって思います。
いろんな新しいことが始まったりとか、でもなんか個人的に目標にしてたことがちょっとやっぱり22歳では叶えることが難しくて、23歳でやっぱり叶えたいなって思いがあります。私はやっぱりなんかその時の自分が一番若くて綺麗だなって思ってるから、その若くて綺麗なうちにまずは写真集を出したいです。一番の目標は22歳の時も言ったんですけど、23歳も写真集を出すことが目標です。そう、夢ですね結構でもいろんなところで本当になんか最初22歳の時はなんかもう言うのも恥ずかしくて、なんか生誕祭とかではもう言えなくて、ショールームで本当にこっそり言った目標だったんですけど、23歳は結構もっとねはっきりと口に出せて言いたいなと思います。いや生誕祭とかでねなんか話したいこともあるから、ちょっと何を今ここで言うかとかちょっと考えながらなんですけど、1個目の目標はその写真集を出すこと。私は絶対自分が考えてる限りはそのどういうのがやりたいって言われたらもう本当に需要と供給しか考えてないので必ず満足してもらえる作品を作れるかなって思いますなんでちょっと頑張ります。あとはまあでも、まあ、もう一個ね目標はあるんだけど、それはちょっと生誕祭とかその皆さんの前で言葉にしたいことがあるので、そのお顔とかね見ながらね私は生誕祭で話したい一個の夢もまたあります。写真集、もう一個の夢で、まあ、いっぱい言いたいことあるんですよソロ公演とかソロイベントとかもやってみたいし、そのなんでソロイベントやりたいかって言ったら、私一人のためにどれぐらいの方が集まってくれるんだろうっていう、なんかちょっと自分を試したい感じもありますし、なんか本当にやりたいことがいっぱいあります。お芝居のお仕事ももっともっとやりたいし、本当にねもう夢がねいっぱいいっぱいありすぎてもう忙しいその夢を叶えるために、だから22歳はねもうおきちゃん追うの忙しいよって言えるぐらいいっぱい活躍することですね。夢はたくさんあった方が楽しいよ。ありがとうございます。そういっぱいいっぱい本当にもっともっとこう中心のメンバーになりたい STU48 にとって、最近はもう本当に公演とかライブがめちゃくちゃ好きで、もう多分昔から私のことを知ってくださってる方は本当にびっくりすると思うんですけども、私本当に歌とダンスが苦手すぎて、もうライブは好きだけどなんかもうなんかすぐ歌とかダンス諦めちゃう癖があったんですけど、今はもうすごい大好きで
もっともっと上手になりたいなって思うし、歌とかダンスももっともっと見てもらいたいなって思うので、いつかね、なんかもっともっと前のポジションとかで踊れるように頑張りたいと思います。レッスンとかも、だからなんか一人で歌ったり踊ったりするのもすごいなんかやってみたいなって気持ちはあります今までだったらなかなかね、なんか言えなかったこともあるんだけど、実力的にもどうなんだろうみたいな。でも今はすごいなんか自分のパフォーマンスももっともっと見てもらいたいなって思う思いますね。YouTube もね始めたので、もっともっと活用していきたいなと思いますし、頑張ります。生誕祭で言うことなくなっちゃう。あ、まだあるか。もう本当にね、まだある、大丈夫。もうやりたいこととか叶えたい夢がもう多すぎて、生誕祭用に残してあるんだけど、もういっぱい語れるねもう一個一個全部、もう本当全部叶えたい、叶えたいっていうか、もう叶える、得る、うん、る、止める、なんて言うんだっけ、打ち止めじゃない、止める、る、叶える、頑張る。欲張ってこう、欲張ってくよ言い切りです。ココアさんの告白ツイート、なに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 、ちょっと私 見れないんだよね今 SNS。 誕生日おめでとうツイートしてくれて、うわ嬉しい。私ココアさんさ、昨日じゃない、11月の方でお祝いするか12月の方でお祝いするか迷って、ちょっと本番の方にしようと思って12月でまでちょっとまだお祝いしてない、12月3日にお祝いしようとちょっと難しくて生誕祭出演できるから楽しみ。え、何ツイートしてるんだ、ちょっと気になるな、後で見たいと思います。何東北にもいっぱい遊びに来てくださいね。遊びに行きます。あきちゃんプロデュース公演もしてほしいです。プロデュース公演ね、すごいなんかやってみたい気持ちある。なんか私そんなすごいめちゃくちゃなんか48グループの楽曲全部知ってるってほど詳しいとか、なんか赤いんさんほどそういう能力みたいなのないと思うんだけど、セットリストとかメンバーを決めたりするみたいな。でもすごいなんか考えたりとかする、2期生とかにこのメンバーにこういうのやってほしいなとか、なんかすごい考えたりするの好きだから、いつかできたらいいよね私はね絶対にメンバー一人一人主役だと思ってもらいたい公演にしたい。たまに考えたりするの好きですセットリストとかポジションとか考えるの。ココちゃんもちょっと起き始めたかな。楽しい、本当ありがとう。マイカーとかでもね、まだちょっとセットリが変えれるか分かんないけど、変えるってなったらもうめっちゃこうしたいなっていう、まあ、もちろんみんなの意見は聞くけど、こうしたいなっていうのはあるしゆり曲だらけにしよう。いや、さすがにそこまで私欲には振らないけど
そこまで私欲にはまみれないけど、いろいろと、ね、考えたりとかはしますよ。それはちょっとね、私利私欲紛れすぎてるけど。楽しんでな。ありがとうございます。あのね、そういうのもね、まあ、目標にはしていきたいね、今後はね。まあ、ちょっと生誕祭がいつになるか分かんないけど、ちょっと楽しみにしていただけたら。あとね、ちょっとね、 T シャツがあったんですよ。なんかプレゼントボックス見たら、なんか私の T シャツ入ってて、着替えようかな、これ。なんかね、あ、これ入れてくれてたんだと思って、スタッフさん。あ、ポコちゃんが起きた。運営さんからだと思いますね、これは。ちょっと、ちょっとこの虚無の、今年の生誕祭のこの虚無のうさぎと虚無のポコ太郎。もうあまりにも虚無でびっくりした。沖に来いです。虚無うさぎと虚無ポコ太郎です。え、ポコちゃんなんかデブ太ってる。ポコちゃん沖に来い。人見知りなんですけど、来ちゃえばいいですか。いいですよ。ちょっと今私こんなボワボワな服着てるのに上から着替えてみよう。え、ちょっと胸板めっちゃ熱くなりますかね。どうしよう。これな、M サイズなのかな。なんかきつそうな感じする。あ、やばい、なんか厚み増す気がする。やばい、パツパツな気がする。なんかやばい、なんか胸板パツパツ。ちょっと大胸筋が。これ意外とね、この虚無感が可愛かったりするんですよ。生誕Tです、今年の。ちょっとなんかすごい厚みすごくて恥ずかしいんだけど、私の体の厚み。やばい、なんかすごい太った人みたいな。まあ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 、まあ、仕上がってるよ、仕上がってるよ、仕上がってる。ムキムキマッサー、めっちゃモテたい。はい、こんな感じで、あの生誕 T シャツ届いてると思うので、生誕祭はぜひ恥ずかしさを捨てて、この虚無のハムスターと虚無の、ね、ウサギの T シャツを着てください。ちょっと脱ごうかな。ちょっと脱ごうかな。あまりにムキムキ。これがボワボワなのに、ただでさえここが。ぜひぜひ、このうさぎワンチャン毎年いる可能性あるかも。覚悟してください。この3秒でかけるこのうさぎ。まあね、生誕ティーがこんな感じになっております。キャムサギ
グラムジ、そうです、バックプリントはないですね。みちさんの月見ちゃんとコラボしてほしい。月見ちゃんなんかショールームのアバターになってますよね。このなんかズボン履いてないアバター、たまにちょくちょくいる。私もショールームのアバターだから作らなくていいやって思ってたけど、ちょっと作りたい気持ちになってきた。今まで作る機会いっぱいあったんですけどね、なんかイベントとか全然やってないや。これレオタードなの？昨日から配布された。あーちょっと行ってもらいたいな。私アンピーのも欲しかったのにもらえてない。メンバーのアバターマイキューのしか持ってないかも。あのタラコのアバターしか。アバター欲しいね、作りたかったな。でもあれって1000日超えてないと難しいのかな。規模1000日超えるのなかなか大変やで。私多分ね、今日この場で毎日アイドル目指しますって言って次の日にあの途切れる自信しかない。もう未来が見える。でもね、聞いてほしい。私の大人になったなって思うところランキング。沖ゆかの23歳大人になりましたランキング、あの、まあ、例外はあるんだけど、多分今年の配信すっぴんの配信あんまないと思うんですよ。もうほぼメイクをしてお顔を整えた状態でしか配信してないところのちょっと大人感出てない。そうなんですよ。最近ね、ちょっとモットーにしてます。だからスピンあんまちょっと、ね、恥ずかしくて見せない、まあ、朝の時とかためにするけど。そう、やっぱり可愛い顔をね見てもらいたいなと思ったんです。2分シャワーから出てくる配信懐かしいですね。ショールームイベントでね、寝落ちしたからね、お風呂入ってなくて2分でシャワー浴びて配信した思い出ありますね。もうあんなん本当にもう今じゃ絶対しない。お顔をね整えてね配信しております。ショールームイベントもうしないかもしれないからね、本当に。私多分もうやらないかもしれないから、やるかもしれないけどめったなことないと多分やらないから、あの時はレアですね。わかった。カラスの行水よりも早い。マジで早かったよ。早って言われたもん。私のその寝坊によるロスタイムを覆すほどの速さ。今日の夜、まあ、何時ぐらいか分かんないんだけど、夜にまた誕生日会をしようと思って。タワーありがとうございます。あの配信は今日の配信、この今の配信はひまたぎ配信、この23歳の沖ゆかを独占生配信って私の嫌いな方法なんだけど、アニメとかをね、あの独占生配信されたらめっちゃえーってなっちゃうタイプなんだけど、今日はショールームで独占生配信して、普通の配信、誕生日会をね、あの夜にしたいかなと思います。はい、ケーキ用意する。用意しちゃう？用意しちゃう？ケーキ買いに行くのちょっとめんどくさいな。でも今日ぐらいいっか、買っちゃおうかな。皆さんもじゃあケーキ用意する？しちゃう、しちゃう。ケーキしちゃう、用意しちゃおう。何時ぐらいにしよう。ケーキ
ケーキ食べるならなるべく早い時間がいいなって感じなんだけど。今夜は寝坊しない。いや寝坊しないと思うよ。まあだから夜にね、ちょっと詳しい時間はまた連絡させていただきますが、誕生日配信をしたいと思います。酒はいつもある。え、私さ、去年のクリスマスになんかニコニコ生放送からもらったシャンパン、萌えのシャンパン、未だに開けてないんだけど大丈夫かな、心配になってきた。お酒って持つのかな。まだ開けてないんですよ、ずっと入ってる。いやだからといって別に配信では飲まないけど、なんか今ふと思い出した、なんかめっちゃ記念の日に飲もうと思ってて。大丈夫？あ、本当？なんかお酒ってめっちゃ持つイメージあるからそのままなんだけど、まだ開けてないの。でもそろそろ1年経つからどっかでなんかちょっとおしゃれに開けたいよね。配信でねできないのが残念。私もなんか飲酒配信 OK だったらもうなんかそんな下品な感じじゃなくて、なんかもうめっちゃもうなんかもうめっちゃもうガウンと着ちゃう。わざわざ買うよ多分。なんてで、これは何年もののワインだなとかやってみたかったな。それはなんとかなんとかでなんとかなんとかでございます。うん、香りが良いなみたいなやりたかったな。ココアさんが本当は好きですってツイートしてる。うわマジか、嬉しい。ソムリエオキポ、そうなんです。シャンパンねどっかで、でも一人で飲むのもあれだな、誰かなんかメンバーいないかな。でもなんか怪しいよね、オキちゃん誰か一緒にシャンパン飲みませんかって言ったら、私もその飲んだことないからさ、あんまりそういうお酒類とかをずっと置いてるんですよ、飲み方も分からず。去年のね誕生日プレゼントじゃないわ、クリスマスプレゼントでいただいたんですよ、ニコニコ STU チャンネルから。誰かいないかな。しかもあの2年前ぐらいかな、ファンの方からその生誕祭の時になんか私のなんか名前入りのシャンパングラスをもらったので、ちょうど準備は揃ってるんだけど全然飲んでないっていう。おしゃれにする準備だけは整ってる。名前入りすごね、すごいよね。しかもあの時ワインまでもらってたよ。ワインはちょっとあのもらえはしなかったんだけど送ってくださってて。ありがとうございますって感じ。飲料物だったから私の元には届かなかったけど。ありがとうって気持ちだったよ。そうね、ちょっとどんな誕生日にしようか迷い中でございます。誕生日おめでとう、ありがとう。トレンド入ってる？本当？本当のトレンド？どうだろう。でも私結構自ら桜みたいな隠蔽工作みたいなことしてるから、あのツイッターのこれをこのショールームをツイッターでシェアしたらハッシュタグが自動的につくようにちょっと隠蔽してるから。まあでも皆さんもたくさんつぶやいてください。
そうなんですよ。あ、おすすめトレンドに入ってた。あ、でも嬉しい、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。誕生日おめでとう。ありがとう。同い年と思えん、かわいい。23やで、23歳やで。今日初めに何食べよう。まあ飲み物は空はからの飲み物だとして、今日何食べようかな。ダイエット中だけども。23歳ってもっと大人だと思ってた。大人、まあ中高生の時からしたら 20超えたら大人だと思ってたけど、多分私は30歳になっても40歳になってもこの精神のまま行くんだなって思ったら、一体どこで大人になれるんだろうって感じ。でもだんだんなんとなく分かってくる部分はある。その大まかな性格とかは変わってないけど、私19歳とか18歳の時はもう本当にもうスタッフさんとかファンの方とかメンバーとかにもたくさん迷惑かけてくるぐらい本当に子供っていうか精神が情緒不安定だったから、だいぶ安定したのかなって思いますね。たわ、ありがとうございます。なんか何かが変わったってわけじゃないけど、なんかこう余裕みたいなのが持てるようになったのかなって思う。泣かなくなった。いや、ほんとね、思う。あんま泣かなくなったよ。でもなんか昔はそのなんだろう、自分の多分自己評価ももしかしたらなんかなんだろう、自己肯定感は低いんだけど自己評価が上回ってるから、なんか自分のポジションとかでなんで私はここなのみたいな感じでもうなんかめっちゃ泣くし病んじゃうしみたいな感じだったんだけど、でもそんなに言うほど何かを頑張ってたかって言ったら、今思うとそんなになんか頑張ってなかったのかなって思うし、本当にもう子供だったのかなって思うけど、なんか今はこう何をどうやって頑張るべきか、その病むとか泣く前になんか何を頑張るか、ここを頑張ろうとか、そういう方になんか気持ちを切り替えるようになったかもしれない。責任感が大人になるとは思います。でもめっちゃそうかも。もう本当に責任感みたいなのはなんか出てきたと思う。お仕事に対してとかもそうだし、まあ、ちょっと玉の寝坊はちょっとご愛嬌いやいや、そんな言ってられませんけどね。いやでもなんか本当に精神的にも成長したなって思います。だからさっき誕生日プレゼントとかお手紙をちょっと見てたんですけど、なんかすごいファンの方からの手紙の中にも、なんかもう本当に初期の頃はどうなることかと思ったけど、なんか精神的にも落ち着きましたねみたいな書いてくださる方とかすごいたくさんいらっしゃって、すごいもうね、よく見放さずにね、支えてくださって本当にありがたかったなって思います。多分私のファンの方がすごい大人の方が多いから、精神年齢的にもだから多分なんかうんうんみたいな感じで見守っててくださったのかなって思いますね。ありがたいです。本当に結構変わったと思います。本当にそういう面では、そうなんだ
病むくらいの熱い気持ちが好きだったんやで、ありがとう、もうそう言っていただけて。でももう今もね、なんかまあずっと言ってるけど、なんか私はもうなんか ここでいいって思えないタイプだから、なんかずっとなんか前に前に前にじゃない、上に上に上にって目指したいですよ。向上心ありがとう。見習いたい。いや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 、見習うべきところはないけども、ちょっとでもね、押していて恥ずかしくない人間であろうって気持ちはあります。頑張ります。23歳も誕生日おめでとう。ありがとうございます。いやなんか結構バタ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 の誕生日だったけど、の誕生日だったけど、よかったよかった。そう、ポコがねめっちゃ動いてるんですよ。ポコ、これ皆さん多分見たことないですよね。12時過ぎたポコ太郎見せますね。ああ、ちょっとヒッピーさんのタオルがかけてあるヒッピータオルが見えちゃったか。ちょっとね、ハムスター夜行性なのでね。12時過ぎた瞬間ね、活発になるんですよ、ポコちゃん。これね、だいたいこんな感じです。ポコ何してるんだい。あ、何してるの、おしっこもしかして。なんかフリーズしてますね。ちょっとおトイレしてるかも。ポコこの子と一緒にね、まあ、23歳も、まあ、いつまでいるか分かんないけど、ここが生きてくれてる限りは大切に育てたいと思う。そう、おーおー、何してるんだい、何してるんだい。可愛いでしょ。ずっと寝てて今から始動し始めるんですよ。なんかしてますね。もう太りすぎててね、この小屋ちっちゃいんじゃないかなって思い始めた。なんか毛並み乱れてない？これ痩せてる時に買った小屋だから、この入り口がめっちゃ狭そう。ブラックフライデー今日までだから買おうかな、アマゾン小屋。最近あの裏によくいます、お気に入り。なんか大きいんですよ、こんな太ってたっけって思って。餌の量とか変にあげてない気がするんだけど、おでぶっちモコモコしてるでしょ。よいしょ、ちょっとじゃあ、こんな感じで。モコ太郎モコモコしてるからモコちゃん。50分来たね。そろそろ終わろうかね。すごい、なんか年越し配信以来かも。12時過ぎて配信したの。冬眠とかないの。寒かったらね、仮冬眠するらしくて、今日めっちゃ寝てたから焦って暖房つけました。みはるんが誕生日おめでとう言いたいって配信で言ってる。あ、今配信してるんだ。みはるちゃんありがとう。じゃあね、今日また
夜何時ぐらいかな、まあ、8時とか9時とかにはしたいかなって、早めにちょっとしたいかなって気持ちなんですけど、また誕生日会配信したいと思うので、よかったらタワーありがとう、すごいいっぱいタワーありがとうございました。すごいちょっともう何位からこれ壇上読めばいいのだろう、本当にありがとうございます。たくさん、多分もう13位どころじゃないよねきっと。ありがとう、すごい、ねえ何位から読んだらいいんだろう。54位までタワー投げた。汗なんだけど。じゃちょっとキリがいいので60位から、まあ、から読みたいと思いますね。60位アスパラさん、59位、あー待って変わった、60位シンタさん、59位パパパンダさん、58位マー君さん、57位サルキチさん、56位ツルコバさん、55位ジュノラゴさん、54位トシヒロさん、53位、電化会さん、52位チャコミントさん、51位オヤジさん、50位ヨリさん、49位ヒロミツさん、48位シャー専用アムロさん、47位ネコさん、46位ヤマネコ坊主さん、45位ロジューラの48さん、44位コジホーティコージアットワーク広島さん、43位小川ゆブーさん、42位のすけさん、41位ななしまるさん、40位 TM モンさん、39位ようこさん、38位サホサリサキサキさん、37位花火師さん、36位白熊さん、35位黄昏の熊さん、34位おしめんだなみーさん、33位ロジックさん、32位りょうちゃんさん、31位しんやさん、30位のりさん、29位サンピラーさん、28位のんさん、27位ブルームーンさん、26位ほしこさん、25位エルマールさん、24位あさっちさん、23位いっくんさん、22位たおさん、21位ライデンタさん、20位トッキンさん、19位かずのいさん、18位ささくさん、17位よもつくさん、16位いずいずさん、15位よねさん、14位いっこうさん、13位おりちゃんさん、12位としさん、11位セリアさん、10位エリオさん、9位まるともちゃんさん、8位いちしたさん、7位ジェリーさん、6位とりあえずルービーさん、5位まっかさん、4位こばちゃさんでした。13回目の皆さんありがとうございます。そして3位がまっちゃん2号さん、2位がしおさん、1位がとうとうさんでした。3位から1名の皆さんありがとうございました。すごいタワーくださった皆さんも、コメントしてくださった皆さんもありがとうございました。またちょっとお礼するので、またちょっとお待ちくださると嬉しいです。すごいたくさん気持ち受け取りました、ありがとうございます。ちょっと今日遅く案の定10分遅れてしまってごめんなさい。また今日の夜も配信するので、よかったら遊びに来てください。ありがとうございました。というわけで皆さん、まあこの後はゆっくり寝て平日に備えて、なんか手の色死んでるんだけど、なんで、あれなんか死人みたいな手の色してる、なんでだ。お疲れ様でした、びっくりした今、お疲れ様ということで会いたいと思います。23歳もよろしくお願いします。バイバーイ。